原クロスまで行けず、中を使って安藤ね、ダイレクト安藤正面になりました。安藤明です。ここもセカンドボール取って一つモーションだけ、もう一度運んでいきます。中戻しまして山口、その後山田です。山田の左足ディフレクションがあってちょうどキーパーのところまで行きました。松原さん、今日またこれフォーで入ってきたら狙いはどう見てますか？やっぱりまず自分相手もベルティと同じように、はい、基本的には 4-4-2 で三笘を組みますから、はい、その辺でのこうやりやすさというのは一つあるのと、はい、あともう一個点取ってくるチャンスですね、うん、先頭の右足、うん、ミドルシュート決まった。先制京都、前半12分。やっぱり先頭は宇高がこれ1個引いてきたんですよね、はい、でそれで起点になって外に来たんですけど、カットインしてからのこのフィニッシュっていうのは、まあ、彼右サイドでプレーすることもありますけど、やっぱり右利きなんでこの角度のアングルのこのフィニッシュってやっぱり素晴らしいものを持ってますし、うん、やっぱりこれウイング系の選手が宇高以外の選手がこうやってゴール決めたっていうのは京都にとって大きいですね。先頭慶也です。おお、前からプレッシャーかける、前ボールしました水戸で、戻しました山田浩太、山田狙っていくが大きく、最後山口、ファーストサイドに入れてフリーだ安藤、いやー安藤がうまくフリーになってドンピシャなヘディングでした。ここですけど、ファーポストを狙って全体がこうニアに行ったところ、まあ、大外からこれ飯田ですかね、マックスったのはこうパワー持って入ってきましたから枠にも捉えてましたし、まあ、完全フリーでしたね、はい、で右にポジションを変えて15番が奥田です。お、いい形、中に入っていって一つフリーでチャンスですが押し込んだ、ポジション変えた深堀のゴール、同点。これ外出してですね、深いところ、はい、サイドバックが黒木が出てきた背後を狙ったんですよね、うん、これいいボール入れましたし、よく深堀もポジション変えずに中央でボックスの中、まさにこういうプレーが必要だったんで、よくこうポジション取ってね、スライディングシュート難しかったですけど決めましたね、はい、この奥田のボールも良かったですよ、はい、やっぱりここも山口を受けます。一つ預けて自分も中でインナーラップ上がっていく、中3人いる中でいくってグランダのボールだ、深堀逆転水戸。最初山口が 1.5 列目に落ちて、ここからスタートしたんですよね。しかしですね、これ斜めにこう動いていったんですけど、山口がこのパスが素晴らしかったですよ。奥田ですよね、これ。そうですね、これまた抜いてダイアグナルに入れてるんですよね。リーダーとしてもどうしてもマークをこう 見るのこう難しいですし、はい、もう本当にこの針の穴にこう通すようなパス、このボールスピードじゃないと、またこの角度じゃないと今通らなかったんで、よくこれ奥田も見事なパスでしたね。奥田深織のホットラインで2ゴールですね。そうなんですね。またこれも来た、その深織だ、前がかりになった、山口も入ってくる、その手前だ山口だ、右足を収めた、ここは山田だ、山田の左足、これは浮きました。さあ庄司が狙ってきたが、と落ちきれなかった、もう少しでした。京都さあ、おそらくこれがあともワンプレーぐらいになるでしょう。庄司はすぐ前線に送った、宇高を狙う、弾いた住吉、ここにバイス、さあここ安藤、そして蹴ったところで長い笛になった、拍手に包まれました。ケンセッキンスタジアム水戸、水戸ホーリーウォック、これで逆転勝利。